スの最適化を求めるって話をしたいんですけど、仕事においても1年目よりも2年目の方が仕事は上手くなって早くなっているだろうし、2年目よりも3年目の方が仕事は上手くなって早くなっているじゃないですか。個人差はあれ、誰もそのようにちょっとずつ上手くなっていく。まあ食事時においても箸の使い方ってあるじゃないですか。それは最初だったら箸の使い方がうまくいかないし、うまく料理をつかんで口に運べないだろうし、でも今となっては無意識で箸はうまく持てるし、料理をつかんで口に運べるだろうしね。自転車においても最初は補助輪なしじゃこげないじゃないですか。だけど補助輪なしでいざ挑戦するとちょっと前進んでパタって倒れちゃうよね。そんなバランス感覚だと思うんですよ。で今となっては無意識で普通にハンドル持ってペダル漕いで安定的に漕いでまっすぐ走っていけるじゃないですか。でそんな風にどん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 最適されるかされてってるから、いくら最初は下手でも上手くなっている。でも上手くなっていくってことは、それまでドバ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 頭の中でね命令出して電気をビリビリビリ流してたんだけど、もう線1本くらいになるまでね最適化されているってことじゃないですか。逆に刺激が減っているってことなので、どん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 新しいことに挑戦しないと劣化しちゃうよって話でもあるんですけどね。だからこういう本を読んでね、そういうことに気づいて動いてみたら面白いと思いますよ。それでは。